いろんな雑誌で、そのテレワークの長所短所言ってるんですよね。だからもう結構情報がもう溢れてます。本当にいいのか悪いのかもうわかりません、私。はい、皆さん、おちゃん。ファミリーコケです。今日はですね、まあ、先だって行われた緊急事態宣言が終わったのが、5月の25日です。で、今日6月24日。ということで、ちょうど1ヶ月経ちました。そこでですね、別に総括というわけじゃないんですけどね、その、緊急事態宣言の時に、まあ、多くの企業が、リモートワーク、いわゆる、まあ、一般的に言われているテレワークですね。その在宅勤務をやったんじゃないかなとは思うんですよね。経験された方結構いるんじゃないですかね。まあ、家の中で。で、パソコン、まあ、パソコンに向かって、パソコンのまあ、ウェブカメラですかね。ウェブカメラに向かって、それでまあ、会議台になりまして、そういった会議アプリをダウンロードして、それで、まあ、会社とのやり取りをやった。という、まあ、まあ、仕事の形態になった人、まあ、いらっしゃると思うんですよね。でですね、このテレワークについての話題なんですけども、今日はちょっと複数の記事で、まあ面白いことが書いてあるんで、ご紹介していきたいと思うんですけども。まずこれはですね、6月19日、ちょっと古いですね、金曜日の毎日新聞ですけども、このテレワーク、半数強が通常勤務より長時間労働になったって言うんですね。ちょっとこの記事読んでいきますと、そのテレワークをした人の、まあ、過半数ですね。過半数に当たる 51.5% が通常勤務よりも長時間労働になったと答えているということが、まあ、分かったということです。でですね、男性ではそう答えたのが、男性は 58.4%。女性は 44.6% と。まあ、それぐらい、まあ、長くなったんじゃないか。というふうな、アンケート、のアンケートに答えてます。うん。でですね、これで、まぁ、あ、ちょっと考えられることっていう、これ考えられるというか、まぁ、あ、長くなったんで、まぁ、あ、いわゆるその残業代が発生しますよね。でですね、この残業代ですけども、その勤務先に未申告という人が、まぁ、あ、いるらしいんですよね。で、申告しなかった。そういう理由っていうのは、まぁ、あ、申告しづらい。まぁ、あ、そもそも申告しづらいということと、あと、時間管理がされていないと。その会社の方でですね、まあ、時間管理されてないっていうのが、まあ、上位を占めたらしいです。で、残業しても勤務先に認められなかった人は 56.4%、半分以上、申請したけど、認められなかったということです。ちょっとね、勤務時間は長くなるわ。残業残業言いづらくなるわ。で、言っても、認められないわで、ちょっとブラック化したんじゃないですか、むしろ。どうなんでしょうね。うん。でですね、この、もう時間管理の方法というのが、まあ、その、ま、出退勤管理システムの打刻とか、あとパソコンの使用記録などが中心と。まあ、管理していないところも、ま、あるみたいです。まあ、規模が小さければ小さいほど管理しないそうですけどね。でですね、このテレワークのメリットっていうのも、そのアンケートにあったんですけども、メリットはどこだ？長所はどこだと。まあ、短所もあるんですけどね。まず長所は、通勤がないため時間を有効利用できるということですね。うん。で、デメリットは勤務時間とそれ以外の時間の区別がつけづらい。うん。ここら辺に、その、ちょっと長時間労働になったんじゃないかなっていうふうなところがありますよね。うん。確かにどこまでがその、仕事で、まあ、どこまでが仕事以外なのか。いちいちこう、ストップウォッチでピッチ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 やるわけにはいきませんからね。そんなことよりも、そんなことよりもその、大元のその仕事やれよという話になりますからね。でですね、あともう一つ特徴的なものが、子供がいる家庭の場合、まあ子供が家にいる人の場合ですね。子供が家にいる人の場合、7割強がテレワークに難しさを感じると。そうですね。例えばこう話してて、お子さんがちょこちょこちょこって出てくるかもしれませんからね。と回答してると。で、特に未就学児を抱える。まあ、3歳児とか、まあ、そういう人なんでしょう。3歳児とか4歳児とか。まあ、人は 86.2% と。まあ、86.2% が困難さを感じてたと。小さいお子さんですからね。ダメだって言ったら泣いちゃう可能性もありますからね。だからちょっと難しいんじゃないか。
まあ先だっての動画でも言ったんですけども、このテレワーク、例えば、こう話してるじゃないですか、会議とかなんかで。横に誰かいる、わかんないですからね。わかんないですからね。逆に子供だとわかりすぎちゃう。で、その会議に支障をきたす場合があるじゃないですか。わーとか泣いたり。急に奥さんちょこちょこちょこ出てきて、ちょっとみんな集中力が切れちゃったとか、あるんじゃないですかね。なるほど。まあここでまずはデメリットとしては、まあデメリットとしては、その時間がつけづらい。まあ長時間労働になるということですね。だから、まあ長所としては、その通勤、時間、通勤する時間0分ですからね。なくなりますからね。あとまあ電車の中でね、痴漢とかに会うこともないでしょうからね。テレワークだと。でですね、あと今度は読売新聞です。これは21日、ですね。21日の、6月21日の、まあ、記事なんですけども、この今度大阪ですね。大阪を中心に、中小企業を大阪商工会議所、まあ、が、まあ、アンケート取ったんですよね。で、まあ、調査したと言った方がいいのかな。で、まあ、その、導入企業の約3割が生産性、低下を感じてるということなんですね。そのテレワークを導入して。で、この中小企業自体は過半数がテレワークを導入したらしいです。大阪の方は。で、その半分のうちの、その3割。その3割。が、生産性低下感じましたねっていうふうなことを、まあ、言ったらしいです。でも、テレワーク実施してると、まあ、具体的には、まあ、企業は 52% と。まあそうなんですけども、その低下したというのは、まあ3割、まあ 28% 正確に言うと、ね。で、向上したのが、向上したと答えたのが 8% にとどまったと。やっぱり生産性低下、したということなんでしょうね。した人が多かったということなんでしょう。で、課題としては、セキュリティ強化。で、IT 環境整備。などが上がったと。また 74% がテレワークを継続すると答えた一方、20% が廃止予定だという。意外と多いですね。テレワーク継続するなんて。7割強の人たちが、やるよと。でですね、この神戸大学の教授はですね、会社の端末の持ち出しや、個人端末での業務など、セキュリティ面を中心に課題は多く、適切な支援が必要と指摘している。まあ、会社が、一人一台パソコンパーンって与えられればいいですけどもね。まあそういう会社もあるでしょう。それでまあやればいいです。いいと思うんですけども。まあ問題は自分のパソコンでやらなければいけない場合ですね。さらに若い人たち、今の若い人たちはパソコンない人が結構いるっていう話聞いたことがあるんで、パソコンなければスマホですよね。まあちっちゃい画面でこう何分割もされて、誰が誰だかわかんないよ。もう、きついなっていうふうに、感じる人がいるのかも、いたかもしれませんね。あと、セキュリティとしては、そういった、まあ、会社がもうきちんと、まあ、貸し出すことができるか、まあ、できるかっていうことだ。あと、やっぱり、周りですよね。今、さっき言ったように、ここら辺にスパイいたら、どうしようもないですからね。隣にスパイいたらどうしようもないですからね。そういったことでね、ちょっとな、じゃあ、スパイないの、じゃあ、証明しろよって言ったって、こんな部屋中映すのも、そんなプライバシーの侵害もクソもヘジマもあったもんじゃないですからね、そんなことしたら。まあ、そういうふうなことで、生産性低下ですか。まあ、生産性は低下、デメリットとしては、じゃあ生産性低下。あとは、労働時間が長くなる。労働時間が長くなるのが生産性低下、つながるのかもしれませんね。ここら辺ちょっと、つながってきましたね。その、デメリットが。でですね、まあ、近況ですよね。もう1ヶ月経って。もうほぼほぼ 100% 緊急事態宣言前の、まあ、人手になってきましたよね。まあ、電車とか乗ってるともう日に日に人が増えてきてますからね。今本当に今もう、私乗ってる線路はあれですね。もう緊急事態宣言前の、本当もう普通の、もっと言えば去年ぐらいの本当普通の、ごく普通の、混みようになってきてます。なんでね、もうこれから、どんどん、だからまあ、今言ったテレワークをやめて、それで出勤したって人が、資金、まあ、開始したよって人が、まあ、多いんでしょうね。まあ、実際に、まあ、今回このテレワークなんて、まあ、日本には馴染みなかったですからね。まあ、これが普及するかどうかはわかりません。まあ、普及できたとしたら、その、短所である、その、まあ、長時間労働をまあ、短くできるとか。
あとその、プライベートの時間とその働いてるその、就労時間がごっちゃ混ぜにならないような工夫をするとか。まあそういうふうなことですよね。あとセキュリティを強化するとか、きちんと会社がその、パソコンなりそういった機器を、端末をきちんと用意してくれるとか。そういうふうなこと、ができれば、まあ進んでいく可能性はありますけどもね。ただまあやっぱりデメリットもありますからね。まあこれからどうなるかわかりませんけどもね。ただ一つ言えるのは今、もうほぼほぼ 100%、まあ人手は戻りました。もう繁華街の方も戻ってんじゃないですかね。まあまだ新宿と歌舞伎町とか池袋駅周辺行ってないんでわかんないですけど、まあ少なくともこの近郊ですね。近郊はもうほぼほぼ 100%、戻りました。うん。これからどうなるか、ちょっと見ていきたいと思いますね。で、これからまあ、テレワーク、うん、まあ普及するのかどうか、また、いろんな雑誌で、そのテレワークの長所短所言ってるんですよね。だからどれ、もう結構情報がもう溢れてます。本当にいいのか悪いのかもうわかりません、私。なんでね、これからね、情報をこう、どんどんこう精査していって、いい、まあ記事もガンガン出てくるでしょ。そうした時に、本当に、その時、テレワーク流行ってるのかどうかも勘案して、またこれからも述べていきたいと思います。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。